おかしい。うちの霊夢は大体これとかこれみたいなアホっぽい表情差分しかないのに。もっと普通の顔もしてるわ。今日の霊夢さんの眉間にシワが。寝坊して朝ごはん食べ損ねた。腹減って不機嫌なだけかよ。ちなみにこのシワテキストで鍵カッコ貼り付けてるだけ。絶望的な編集技術。というわけでチーム眉間です。終わってんのよ。今回は眉間にシワがあるパークを集めたんだけど、効果だけを気にするのはもう古い。それチャンネルの首絞めてるからね。たまには効果に縛られず伸び伸びやった方がいいんですよね。すぐ保身に走るじゃん。よく言うじゃないですか。たまには伸び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 だって。そんなしょうもないこと言うのお前だけだわ。さて走行してる間にキラーに見つかった。見づらかったけど透明化したレースだったな。大型アップデで最も恩恵を受けたキラーと言っても過言ではないレースくん。治療パークの弱体と決定遅延する環境との相性が良すぎるんだよな。しかし何百回ものレースとのチェイスで霊夢ちゃんは動きを見切る。危ねえ。全然見切れてねえじゃねえか。あ、発電機の交代とおばちゃーは解除しておこう。なんでそこは冷静なんだよ。まあ私ほどの発電意識になると、チェイスしながらおばちゃのスキルチェック成功させるなんて朝ごはん後よ。ちょっと難しいんじゃん。でも昼ごはん前だよ。その謎のプライド何？あの後割れなくなってその間に発電機に台つきました。でもキラーイラクションついてたのか。しかも共鳴する苦痛のおまけ付き。今流行りのガッチガチの遅延構成だな。いつもなら共鳴する苦痛が発動直前に手を離して叫び声上げるの回避するんだけど、前触れもトイ不安を煽るものの効果で釣られる瞬間が見えないから回避できない。まあこんな風に噛んでかわすんですけどね。コテル？さて試合は発電機残り2台でリーチが2人となかなか香ばしくなってまいりました。やっぱイラクションと共鳴する苦痛の遅延が痛いな。こういう時はダウンしないのが鉄則なんですけど、パーク構成がダウンする気しかしない。だから終わっとんのよ。なんなら自己治療できないから、一発でも殴られようもんなら発電機触れなくなっちゃう。それが分かってかキラーも傷ばらまいてるな。だからここはセーフティーに板を倒さない。セーフティーの意味ご存知？あやっぺ。おお、背中だ。キラーの背中を取り続けろ。よし、ドヤ顔してんじゃねえよ。でも危なかった。あと少しで透明化ペイントからの攻撃をきれいにもらってキラーを気持ちよくさせるところだった。お前が嫌なのそこなんだ。さすがに今回こそ板倒さない。いい加減にしろよ。はははは、は遅い。後ろだ。出来の悪いドラゴンボールみたい。旋回されてから板に突っ込むその姿勢はあっぱれ。しかし霊夢ちゃんはお前の背中に住んでいる。重極砲侵入で捕まらねえかな。もう住民寮までありますからね。手が早いよ。そしてここの板も皆さん予想通り倒さない。倒す。さあ勝手に背中に住みつかれた挙句板までぶつけられる。踏んだり蹴ったりなキラー。まあ今回のコンセプトは眉間のシワだからね。キラーの眉間にもシワを刻み込んでやるわ。もはやシワどころの騒ぎではないけどね。さあ霊夢ちゃんを追わないのならここの発電機触っちゃいますよと。お得意の桜花通電化のクソ二択を迫る。あ、まずい。家に携帯忘れた、取りに帰ろう。もう我が物顔で人の背中を出入りしだしてるし、これで心置きなく板に外出できる。まあ倒さないんですけどね。どう超えたうざさだよ。あ、まずい。家に充電ケーブル忘れた。まあコンビニで買えばええか。ここに来て宅ペイント。でもコンセントから USB 繋ぐやつなかったわ。やっぱもう痛い。まずい、背中に勝手に住んでるのバレた。そりゃこんなでっかいゴミいたら気づくだろ。今ナチュラルに私をゴミ扱いしたよね。あの後味方見つけて回復してもらったはいいけど、相手の今流行りの構成はここからが長いですからね。傷をばらまきながら発電機からつかず離れずで、隙を見てイラクションと共鳴する。待って、話が違くない？今パークで交代してる発電機は2台しかないのが見えてる。つまりあと2台は修理進んでるんだよ。よかったな、タゲ取れたぞ。ここは一旦背中アルソック雇われたー。もう背中に侵入はできそうにないな。なんたってあそこには霊長類最強がおられますからね。てかこれまだ追ってきてない？おい、私が何したって言うんだよ。背中に不法侵入を繰り返した。我ながらわけがわからねえな。アップネステイン隠しで突っ込んできた。まあキラーもイラクション発動させたいんだろうけど、さすがにこれ以上は追ってこないだろ。でも私を無理に追ったせいで固めてた発電機の1台が修理終わった。あとはこの味方に回復してもらえ。いやー、しかもまた私じゃねえか。こうなったら背中やってアルソックは無理だー。さあ霊長類最強にぶちのめされつつもなんとか通電。幸いなことに今追われてるのリーチの人だし。全然幸いじゃなくない？あの人死んじゃうけど。だから見捨てても何も問題ないでしょ。理由がどちくしょうすぎだろ。さてこのシリーズをご視聴されてる人はうすうす感づいてると思いますが、さっきの試合ほぼパーク腐ってた。どちくしょうでドブサレ野郎とか救いようがなさすぎる。そんで今回のキラーはハントレスか。かなり近いぞ。ご安心ください。このマップの茂みは下手に視点振って頭動かさなければ大体やり過ごせますから。今めちゃくちゃ当たってたけど。バレたー。バレたん星人。今世紀で一番しょうもないよ。おかしいな、めちゃくちゃ刺さると思ったんだけど。刺さるのは何でも面白く感じる新屋台だけだろ。霊夢ちゃんに斧が刺さるー。まっすぐ板に向かってたらやられてたな。でもここはオブジェクトの上を斧通せないから、ハントレスとのチェイスではかなり有効なポジションいたするー。真面目にチェイスしてると思ったらこれだよ。霊夢ちゃんはいたって真面目なんですけどね。そこが問題ではあるのよ。はい、ここで倒さないふりから倒す。ハントレス相手だといかに斧を構えてない状態で板を倒せるかが勝負だからな。やり方がこすいけど。あ、霊夢ちゃんこれ褒められてないな。そんでこっからどうするんだ。パークを一旦ご覧ください。気合ドブサレ野郎継続。
さすがコンセプトが眉間のシワだけありますよ。霊夢ちゃんの眉間にも影響出るんだから。さてはチェイスきついな。まあきついかきつくないかで言えば、二郎系ラーメン後の牛丼きついかきつくないかで言えや。そんで今回はスルーしません。さあ発電機もチェイス中について残り4台。ファーストチェイスの最低限の仕事はしたな。いや霊夢ちゃんはまだまだここから、やっとエンジンかかってきたところですよ。よっしゃ任せろ。何を？エンジンって言ったから油持ってきたんだと思うけど、それオリーブオイルだからね。お願いだからそれ持って静かに近寄ってこないで。ガソリンは体に良くないけど、これなら最悪飲めるかなって。最悪の時点で体に良くはないのよ。そしてチェイスは次の遺体来たものの、ここ絶妙に弱くて長くは持たない。よし来た。なんとしてもシーンオリーブオイルにしようとしてない。あっぷね。さあチェイスも長引いてキラーの眉間も怪しくなってまいりました。そろそろ痺れを切らして板に突っ込んでくる頃合い。つまり倒すならこのタイミング。テレイムちゃんが倒されるんですよ。しかし釣られるまでに発電機が残り3台に。まあまずまずといったところか。救助も通りそうだし、今のところ有利に進みそうだな。それじゃあ今からチーム眉間を生かしていくとしよう。まず新人魂で交代中の発電機を引き継いで通電させます。まずからもうクライマックスなんですが、その後目を覚ませの効果でゲートを高速解放し、カウンターボースでなんか火ついてるトーテムも通常より 20% 早く壊す。何このキラーオーバーキル構成。よっしゃこれであとは今ダウンしてる人を救助するだけ。しかしここで問題発生。見ての通り土着素キャンプされてるんだよね。てかお前が通電後救助なんて珍しいな。いやもちろん行きたくないですけど。よかったいつもの霊夢さんだ。やっぱここで見捨てて脱出すると角が立つじゃないですか。今更じゃない。そんな時はこのタイミングの肉壁。うまく救助をカバーできたな。これすると私と非救助者はブーストで逃げれるのに対して、救助した人はダメージブースト潰れてキラーから距離を取れない。うん、つまりその人をデコイにすれば救助に行った体裁を手に入れつつ脱出できる。心のノートで人撲殺するやつの思考じゃん。まあ一応ハントレスってことで後ろには細心の注意を払いた。しかし今回の霊夢ちゃんは心を痛めない。だって救助行ったもん。そもそも見捨ててなんとも思わないだろ。それはそう。さて試合変わりまして、ただいま絶賛マイケルとチェイス中。今回お前オブセッションだからあんま凝視されないように気をつけろよ。アドオンでオブセから数量上げてると味方にシワ寄せがいっちゃうからね。でもおかしいな。誰が変人鬼人鬼テレツまんじゅうだ。お前の頭はいつもおかしいよ。じゃあ何が変なのさ。マイケルなら早くレベル3に上げたいはずなのに、なんでオブセのお前に対するチェイスも凝視もこんな甘いんだよ。甘党なんじゃない。味覚の好みは関係ねえだろ。まあこの状況で考えられるのは、雲もといもて遊ばれる獲物がついてるパターンね。オブセとのチェイスが切れるたびに移動速度が上がっていくパークか。だって見てくださいよ。渇望もあるだろうけどレベル2であの速さ、マジ受けますね。お前のせいだよ。でも相手が雲と分かればこっちも対策すればいい。対策なんてあんの？おーおーおー、雲がチェイスが切れたらたまるというのなら、追いかけてでもチェイスを切らせない。パワーすぎない？こうすることで何度も雲のトークン貯めるのを最小限に抑えることができる。まあ今のチェイスは切れてないからトークンは溜まって一つだけで済んだのか。他にも霊夢ちゃんがガチ隠密をかますことで、そもそもトークンを貯めさせないといったこともできる。これなら弱ゲージもたまらないな。こうなってしまえば相手はただのマイケル。普通に強いんだよね。お前以外綺麗にやられてんじゃねえか。まともにチェイスもしてくれないし、クモも弱ゲージも貯めさせないよう隠密したら発電記録に触れないし、こんなの牙を抜かれたライオンですよ。両方うちの霊夢さん対策見つかる。こんなの味方見殺しにしてハッチしかないじゃないですか。地方抜かれた牙で味方を刺して自分のみ脱出。